見られました。サンカップ決勝です。チロチロ対決です。決勝やん、決勝トーナメント。まあ、まあそうやな。と手前のコートにレフト小太郎、ライト池田さん、バックレフトに生見さんで、バックライトにミホ高野と、向こうのコートはレフトに中江さん、ライトにセットンさんで、向こうのバックレフトか、バックレフトに苗さんで、バックライトにリサさんです。さっき池拓さんが予選落ちが勝つとこを動画に収めとけって言ったんで、期待します。チーム紹介します。しました。なえさんです。タイから帰ってきたなえさんです。そうやね、タイの写真相当可愛かった。おおセットンさんや、入った。もう少し負けたぜ。負けた？負けた。アンパンマン、アンパンワンかな？アンパンチ、アンパンチ。いけ。コタロースパイク打つときもじゃもじゃが目立つね。後頭部がこっち向くけ。それはライトの人も一緒じゃないかな。いや、打つ瞬間よ、頭が上がって首が上がる。アフロにすればいいの。おー、セットンさんのブロックを抜いた。小太郎がめちゃめちゃ苦手としとブロッカーさっきもずっとブスブス言いよって。マジか。あ、今点数が6対1です。セットンさんチームが勝ってます。なんかヤギさんがユーヤータッグで見たいみたいなこと言ったら、大勢とレッツさんなんであって勝ちました。ユーヤーさん1人だったかなって。何でもってくれますよ。池田さん、お、なんで池田さんが取り寄せた。セットンさんトスもうまいよね。しかも優しいし。死ぬわ。アウト。そういえば俺らのセット、まあ、2試合、あ、3セットあって、その3セットで海がネットイン多分4本ぐらいしたと思う。海が、うん、なんかでサーブミス2本ぐらいしたけどね。母なる大地の場所が、海があるので、母なる大地、生まれたところ。なんか2セットが遅い。でも10対2やば。10対2です。早いね、なんか、うん、なんか結構互角に、互角じゃないか、いい感じに見えた。いけ、スーパーエース。お、綺麗に上げられる。あ、ナイス。ラスト。オッケー。あー、惜しい惜しい。あ、すばすば言ってました。ナイスお知らせいたします。第7コート7試合目、ブレイト対セットンズは10分後に開始いたします。ナイさんにお願いします。第7コート7試合目、ブレイト対セットンズは10分後に開始いたします。試合終わりました。柴田さん、相手
あの BOKUS オッケー、うーん、惜しい、12対3です。やばくない、12対3で、どこが残ってますかな、こちらは。あー、左、左で打てる、無理やろ、まず右でも打てんもん。フェイントも左で好きなの。お、いいトス。かわいそう。たくさん取っちゃう。無駄にしない精神。2だ。14対4で。リーチです。髪の毛がサラサラに、下手くさんの高校時代に走ってたみたい。あと全然違うからな、髪の毛が大事よ。髪の毛が大事。おーっと、おー、池崎さん。いいね、この全力だから惜しい。今の15対5で大輔さんチーム勝ちました。チェンカです。強いですね。え、これさ、みんなどうしとった、切っていいよ、切る、うん、